ああ次の試合、ここ4人チームとなります。清志龍、大阪ライチ、芹沢美優、16歳座よいたい、マサシバルケン、サトル、セリカで、ヨシキニューとなります。先方はサトルのセリカ対大阪のライチ。まあセリカ戦分かってないと思うけど、この前ね対抗戦で大阪はセリカに負けてるんですよね確か。さあここで一回カットしたい。ビッグアンには多分セリカはいないと思うんですかね。もしアーサー選手のご来隊見たかったはずなんですが、コンボルート間違えてる。さあ中央に戻って後半者ライチ側を離して戦っている。中段立ってたまだバーサイで6ビーじゃなくて立ち目が出てた。斬新指導、これがセリカの辛いところ。斬新からつなげにくい。本当斬新センターだと本当つまんないよねあれ。中段は飛んでいる。中段から正座中段やろうとして食らっていた。相手を信頼してしまった。いいな、これは確定反撃なんですが大阪は知らない。ゴーシーから正座を決めて一本目はライチ。中段、この中段はすごい見にくい。セリカの強み、キビ、斬新、中段、中央からはつなげられない。しかつなげられないよね、たぶん。西、勝利剣、後半下、さあ、大地が必要に絡んでくる。ジャンピーからここは確定しない。だがガードしているので確かもない。ギリギリから大きい攻めはできず投げて振っている。刺身6ミリ投資フィッシュ。ジャンピーが強い。これは知らない。フィッシュ見えから当て投げ。早く戻って最初ラウンド、ダッシュして後発射に技を入れたかったんですが、ハッシュの方が早かった。中段をまぶして画面端逃れて、これはいい。まあ第一のジャンピーが強かったが、まだ今6ミリ当たんなかったけど、セイカの下がりだったか。ああ、ハツ。ハツいいんだよね、あれ。もうわからない。さあ、打ってきたが、さあ、走るお席。これは入院と、死んだんじゃない。ゴール。はい。交渉が高かった。勝ったな、大阪レイジ。ライチウィン。パーフェクト。ああ。地方出てきたのがマサシバルケンハイ、バルケンライチ。まあライチは棒を持って戦いたいスタイルだから前よりは面倒くさくなってるはず多分。第3ゲーム得意止めて攻めゲー中段見えない。バーサイでとりあえず中央に戻る。ジャンシー、ジャーエから中央に刻んで崩したが画面味は逃してしまう。ケリー、これは逃げようさせない。バーキャン、さあ待ってます。 XB
の上から残機押されですよね、このコンボ。さあ、一つでフィニッシュ。1本目は大阪レイジ。レボン2アクション。よっ、くらめ。さあ、電波を掴んで取った。さあ、やらしい。というわけで、ボクシー、あーっと、裏落ちになってしまって、画面端は遠のいてしまう。スキーに突っ込んで、うやむやにして、スーラー、掴んでいく。ザンビ。立ち行って、画面端を逃れる。ザンビが落ちる。さあ、なんだ、オオカミが荒ぶっている。 BBC 落として、さあ、オオカミゲージはあまり少ない。あっ、ファースト。さあ、ここから取れるか。さあ、囲まされてしまうと終わってしまう。ケリキ、ブルーク。あ、ケニーでいいんだよな、あれ。ここは、レボン3からだー。アクション、よっ、それはよ、プロデューサーだ。相手が、大阪と正石さんか。まあ、この組み合わせね、頑張ってね、みたいな。どっちが頑張って、どっちも頑張るやん。どうせゴムでしょ。まあ、そんなにゴムでないにしろ、ここまで大きくダイヤが乱れてることはないと思うよ、僕は。そうそうそう、勝利を持ってるキャラがね、バルケンきついとか言ってんじゃねえよって感じだよ。青玉とかし、だって捕まったら死ぬじゃん。あ、死にましたー。おっと、アビネ打ちました、マサシさんと得意技が奪ってゲージだろう、なんて繋がんだよ。まあ、ほんとね、対抗戦の動画もそうだったんですけど、応援してるやつまでライチ嫌いになるレベルでライチのコマ繋がるんでとか言ってたら死んでましたね。お茶の準備がありますので、私はこれで。お、マサシさんが勝って何目なの。いやー、給料日っていいよね、心が豊かになる。さあ、続いては、キヨシ。え、キヨシでいいの。あー、まあ、ミュート、ダイオイとニュー、まあ、弱いやつから消してくるって言ってみたこの組み合わせさ、さすがにいい悪いけど、キヨシ、ニュー、ニューって言ってたから。あれ、彼こないだまで12段だった気がするんですけど、気のせいですね。出たきた、甘い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 。いやー、これ痛いっすね。出たきた、きつい。これはかくらないですか。なんてー彼まあね、まあ、清志さ、対抗戦は清志なんだけど、ぶっちゃけ、まあ、それはしょうがないにしても、今の正志さん相手に清志の要素はゼロだと思うんですけど、僕はね、知りましたー。でも、立っているのは清志。これはどういうことなんでしょう、分からんぞ。開幕は、やはり優が通している。やはりこの機動力羨ましいな。回復してるから貴様な。そんなことできないですよ。あ、きっかけはできるし、おかげさまで。青から使えるキャラ、これも知りました。やばいんだけど、あー、いい。ワンダイスで一番痛いタッチビーを使って1700走ったけど、かっこいい。すげえな、曲キャラ。やっぱり型にはまるとな、止まらないよな。
さあ同キャラになりまして、まあこれは多分トイレ休憩タイムになるんですかね。キョウス？なんだよお前、びっくりしてんだよ。やばい、同じキャラ使ってると思えないんだけど。あーこれは完全に押し切り入ペース。玉田単発ヒット確認。あー石膏のうまいのが吉木さんの強いところなんでね、ここ完全に押し送られますよ。あーエーパーでーす。ちょっと下手すぎない？コンボ精度はお互いどっこいです。待って、これ同キャラでしょ？竜対ラムダとかじゃないでしょ？なんか右側の竜すごいキャラパワーなさそうに感じるんだけど、一せいだよ。あ、キャラパワーあったわ。あ、やっぱり同じキャラか？やっぱり同じキャラか？あー、違うキャラでした。ヒヨシ対ヨシキで名前も似てるんですけどね、年も一緒なんですけどね。いやでもあのね、なんやかんやね、煽りつつもね、意外といいやはり、ね、あー刺さってる、美味しいぞ。あ、美味しくなって、あー、いい飛び通して、そのジャンピーは痛い。あー君そのバー体よくやるのにね、自分は食らっちゃうからね。あらら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 、あらら、あらら。自分がやる、マジかよ。さあ続いて出てきたのは芹沢美優。あ、芹沢さん久しぶりに見ましたね。結構久しぶりな気がする。元気だったのかな。元気そうなら何よりですが、美優って何なの、何なの、ヘータシ、うん、マジで言うと、マジでミュウがきつい。あ、そうなんだ。ピット短いですからね。はいはいはい、ワロス、ワロス、あーあはいはいはい、じゃあ今作に関しては割とミュウが血を吐く組み合わせ。でさ、これさ、玉無敵さ、レガシーエッジについたからさ、今みたいにさ、ヤタロ鏡パナしまーす、レガシー打ちまーす、やらしたーってなるんですよ。はい、お、しかし、さあ全員1、あー全員1コンボ失敗して。いやー、セリザさん、セリザさん全員1落ちて、結構久しいですからね。昔は全員1だったんですけどね。すごい、一生前ジャンプ、一生前ジャンプだったんですが、これは 5DD の2回目の D ボタンに当たってる、珍しい。さあこれは重力でこかして、あ、うまい、犬の剣までは直が素晴らしい。あー、ミットは置けない、アメルトスか、ピンピンピン。いやー、まだまだ入る。このサマナーをかいくぐらなければ、ミュー、ミューセはまあ勝ちは拾えないんですが、ささかうますぎるのでは。おっと、これはしっかりデータコン死んだのでは、死んだのでは、わー、あるでー、あーる、あ、ないわ、あ、死にましたー。直がしてたら死んだ、直がしてたら死んだ、かわいそう。さて、これで対象、対象かな、出てくるのはオチン16ちゃんですね。 The Wheel of Fate is turning Rebel 1B ではオチンに軍配が上がってると。なるほど、こちらです。さあ対策は、この当たり方さ、ソニックスカイバー、そこまでです、引きません、実行です。早めにオチンがバーストを切っていく、弾を貯めたいところなんですけど、ソニックスカイバーは
最後のバースト何も起きねえ、すげえ。ムラクゴプロトタイプを解除。